飛鳥カ山公園、ヒカ山公園は、北海道江別市緑町西2丁目11に、所在する公園。園内にある丘、飛鳥カ山の標高は17.5メートルであり、日本で15番目、北海道では4番目の低山である。しかし、ノッポロゲン市林を除くと全域が平坦である。江別市においては最も高い場所として、市民の様々な気晴らしに用いられてきた。 1889年、丘の上に、飛鳥山の神社が創建される。この社は1893年、萩が丘に遷移して、江別神社となった。1915年3月、名古屋玄五郎村長宛てに、幸運寺住職の北川実現、江別平村の矢沢染さん、藤倉宿八の三名連署による、飛鳥山公園企業方法書が提出される。 そこに記載された計画には、33観音像の、混流、遊歩道や休憩所の設置、桜の植樹が盛り込まれていたほか、5年以内に、競馬場を設けたいという展望も含まれていた。1916年、園内に、競馬場が作られる。1928年には公認の地方競馬場となって賑わったが、元江別に移転した後の1938年、 戦争のため競馬は中止となった。1945年5月、元江別連合警防部長の石井岩尾が江別町長に願書を出し、飛鳥山に防空壕を構築する旨を訴える。防空壕は実際に作られ、その過程で33観音像は幸運寺の境内に移された。AB 青木2008-28飛鳥山公園の低い山。 ABCD 藤倉 2007P59 藤倉 2007P60 藤倉 2007P61AB 藤倉 2007P63 ありがとうございます。